皆さんこんにちは、スタイリストの三好凛花です。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。本日は冬ベスト、大人の着こなし方、これについていいベストを見つけたので、そちらのベストの紹介とコーディネートもご紹介したいと思います。ベストとかね、いわゆるジレって言われるものって、春とか秋とかそういう中間の季節に活躍するアイテムではありますけれども、実は冬も結構ですね、着回しにとっても役立つアイテムなんですね。何よりもコートを着た時に中に着てもお袖周りとかゴロゴロしないですし、あとですね、これからの年末年始のお出かけ、そういった時にもコーディネートしやすくて結構役立つアイテムだと思います。今回は再販されました GU の大人気ベスト、こちらのご紹介と、それとともに大人にぴったりなチープに見えないファーベスト、こちらを見つけましたので、こちらもご紹介したいと思います。そちらのご紹介とともにコーディネートの方もご一緒にお届けしてまいりますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。私は普段はですね、このような感じで一般個人向けのスタイリストサービス、OL さんから女性管理職や経営者様まで、ファッションのアドバイスとかショッピングの同行を行っております。こちらの凛花チャンネルでは、働く40代以上の大人の女性が働く時間ももっと輝いていただくためのファッション情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録とベルの通知お願いできれば幸いです。それでは早速そのベストの方ご紹介してまいります。それではまず一つ目のベストをご紹介します。今私も着てます、こちらです。 GU のオーバーサイズテーラードベストです。お値段が3990円で、お色が3色展開になっています。ナチュラルとグレーとブラックです。ナチュラルって言っても、私が今着てるこの色なんですが、明るいグレージュみたいな色です。そしてグレーはミディアムっていうよりもちょっと明るめの薄めのグレーになっています。これと同じデザインで今年の秋も出ていたんですが、その時はですね、ベージュ、結構黄みの強いベージュとブラックの2色展開でした。それの改良版として、サイズ感がこの身幅ですね、身幅が合計で3センチちょっと細身に全サイズなっていて、それとともに丈は1センチちょっと短くなっているっていう、全体的にちょっとコンパクトに仕上がっているっていうのが秋バージョンとの違いになっています。以前のね、テーラードベストをこちら見たんですけれども、やっぱりデザイン的に全く同じではなくてですね、肩幅が結構広くて、フレンチスリーブみたいに肩からちょっと外側に出るようなここの肩の幅だったんですね。それがあんまり私体型的にも似合わないし好みではなかったので、その時は購入しなかったんですが、この新作は肩幅が狭くなっていて、こういうジャストな肩で着ることができます。そういった点ではモードな感じだけじゃなくて、きれいめな感じでも、それからカジュアルな感じでも、とってもコーディネートがしやすくなったんじゃないかなと思います。私は今ですね、こちらは S を購入しています。これはですね、オーバーサイズで S でも結構ゆったりめにできていますので、中に厚手のそういうニットなんか、いわゆるゆったりしたふんわりしたニットなんかを着ても、アームホールが大きいですから十分大丈夫です。丈は162センチの私が着て、すっぽりヒップが隠れるぐらいです。今着てる感じだと、こんな感じでヒップが隠れているような感じで、アームホールもこれ結構大きいワンピースなんですけど、かなりゆったりした感じの、こういう風なアームホールもゆったりしてるんで、もしゆったりした感じの本当にオーバーサイズっていう、その名前の通りのベストのサイズ感になっています。実際私こちらはショッピング同行の時にクライアント様にご提案してスタイリングさせていただいたものなんですけれども、その時クライアント様はすっきり着たかったので、ご自身のいつものサイズよりもワンサイズ下げて購入してらっしゃいました。ですので、こちらをすっきり着痩せして見せたい方、
そういった方は試着できる方でしたら、中にインナーにあんまりゆったりしたニットを着なければワンサイズ下でも大丈夫かもしれません。ですのでできればそういうふうにサイズ感は試着して、それで自分が綺麗に体型が見える方を選んでいただければと思います。そして素材ですね、こちらはポリエステルが 63% とレーヨンが 35%、 ポリウレタンが 2% になっています。ポリウレタンでちょっと伸縮する素材が入っているので、動いた時とかも体なじみもいいと思います。このポリエステルは GU さんはリサイクルポリエステルを 100% 使っているみたいですよね。あと取り扱い自体は手洗いはできなくてドライクリーニングのみになっています。あとですね、素材感、見え方ですね、決して高見えするっていうわけではないんですけれども、こうポリエステルのちょっとキラキラした感じのチープな感じですとか、そういう雰囲気ではないので、細かい感じの折り目があるマットな形のお素材になってますので、大人が着て NG ではない感じ、そういう素材の見え方かなと思います。ボタンなんですけれども、ボタンも意外とそんなにチープに見えないで、ポリエステルだと思うんですけれども、水牛の角でできた天然のボタンみたいな感じで、色ムラもちょっと入っているので、ボタンがちょっとチープに見えてイマイチだなっていう感じは全然大丈夫です。ですので全体的なバランスとして、このテーラードオーバーサイズベストは結構ですね、3000円台にしてはとってもいいベストかなと思います。では早速こちらのベストのコーディネートをやってみましたので、ぜひご覧ください。
では次のベストをご紹介します。今こちらに着ていますファーベストになります。今年はとってもファーベストがいろんなところでコーディネートされたりですとか、昨年あたりから見かけるようになって、今年も継続して流行していますよね。昨年まで持っていたファーベストの方がちょっとやっぱりくたびれてきたので、新しいものを買いたいなと思って、夏の終わりぐらいからちょっと暑い、あの9月の暑かった時期からいろいろ探していたんですね。プチプラからセレクトショップ、デパートまでいろんなものを見たんですが、結局私たちが着れる、大人が着てもチープに見えないのって3万円以上しちゃうな、どうしようかなと思っていたところ、たまたまですね、お客様のショッピング動向で下見をしてたドゥクラッセ、こちらのお店で見つけました。これは実はですね、まあ、前シーズンのものが 30% 値下がりしていて、7000円から8000円ぐらいですね、7000円台で購入したんですよ。でもこれの今年バージョンが新しく出ているので、皆様には見た目ほとんど同じなんで、そちらの方をご紹介したいと思います。エコファーカルカンラム調ジレっていうものです。お値段は9990円で、税込みになると1万989円になります。エコファーのベストって本当にピンキリで、1万円台ぐらいでもちょっとどうかなっていうようなものが多かった中ですね、これが1万円ぐらいで買えるんだったら、結構これはこの毛の感じですとか丈感ですとか、そういうのもちょうどいい、大人にとってちょうどいいんじゃないかなと思います。ファーの特徴なんですけれども、このくるくるした巻き毛、こういうプードルチックな感じの巻き毛のものが私も欲しいなと思っていたところ、これがやっぱり今年らしい雰囲気になるんで、ちょっとまっすぐなものとかふわふわしたものとちょっと違うカジュアル感も出ていいですよね。色がですね、こちらはグレーとこのアイボリーの2色展開で、サイズが9号と11号の2つのサイズになっています。私は昨年のものの9号を着てて、こんな感じで結構ゆったりした感じの、ふんわりした9号でもかなり大きい感じなんですけれども、これに比べて今年はですね、身幅が4センチ小さくなっていて、それで丈が 1.5 センチ長くなってるっていう、ちょっとスッキリ感が出ていると思います。肩幅は同じぐらいになっているんで、この肩周りですね、私の感じの肩周りでこれと同じような雰囲気になると思います。あとこれは何よりも私が購入したのは、まあこのファーの感じがね、すごく自分が追い求めてたものとぴったりだったっていうのもあるんですけれども、実は何よりもこれ素材がエコファーなのでポリエステルなんですね。そのポリエステルで洗えるんですよ。今までいろいろ見た中で洗えるものってそんなになかったんですけれども、ドゥクラッセさんのこちらのエコファーに関しては手洗い可能になっています。ですので白っぽいものを購入したとしても、手洗いしてまた着られるっていうのはとってもいいですよね。ただしこちらウェブ限定の商品になっているんです。ですので試着するっていうことがなかなか難しいので、身長162の私が着てこんな感じっていうのをご参考にしていただきながら、サイズ表って身幅ですとか丈感ですとかそういうのが載っておりますので、それで見ていただいてサイズを選ぶようにしてくださいね。どちらかというとそんなにちっちゃいサイズでコンパクトにキュッて着るものではないので、比較的ゆったりめにはできてるんで、ちょっと大きめのサイズの方でも可能だとは思います。そういう点もありますので、ぜひちょっとサイズ表をチェックしてご自身の体のサイズと測ったり、あとニットを着た感じでバストサイズを測って大丈夫かどうかをチェックしたりしていただければと思います。では早速このファーベストのコーディネートやってみましたので、ご覧になってください。Thank you.
がだったでしょうか。今回は GU のテーラードオーバーサイズベストと、それからドゥクラッセさんのエコファージレ、こちらをご紹介させていただきました。こちらは2品ともちょっとタイプは違いますけれども、丈がミドル丈っていう、お尻がちょうど隠れるぐらいの丈になっているんですね。これが何よりも大人が着るのにポイントで、この上からコートを着ても下からね、よっぽど短いコートでないと出ませんし、 G ジャンですとかライダース、そういうのの上から羽織っても意外とこのエコのエコファーなんかだったらおしゃれな感じで着こなすことも可能です。そしてこの年末年始初詣だったりですとか、あと年末のね買い出しに行ったりですとか、そういう時のカジュアルな感じのファッションにもコーディネートできる、こういうベストとっても便利だなと思います。テーラードベストの方は真夏のね暑い時以外は全然着られると思うんで、長い期間も着られると思いますので、ぜひいろいろチェックしてみて自分に合うものを選んでみてくださいね。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。